70年代から80年代にかけて、東北なまりの朴訥とした好青年で、アイドル並みの人気があった。演歌歌手の新沼謙治さん。最近お見かけしませんが、どうされているのでしょう。気になって調べてみました。新沼謙治さん。1956年生まれの65歳。岩手県大船渡市のご出身。中学卒業後、地元の合板工場に就職した後、上京して盛んだった時期もあったそうです。なぜ歌手になったのかというと、きっかけは町内会ののど自慢大会で優勝して、盛ん仲間から勧められたのが、あの伝説のオーディション番組、スター誕生でした。新沼謙治さん本人は、テレビに出てみたい、という軽い気持ちで挑んだのですが、持ち前の負けず嫌いもあって、4度の逆戦にもめげず、五木ひろしさんの愛恋歌を歌って、5回目のチャレンジで合格。男性挑戦者では史上最多の、17社のプロダクションから、オファーを受けたほどでした。そして、彼を最も高く評価したのが、なんと、この大物、昭和を代表する名作詞家の、故阿久悠氏。新沼謙治さんのことを、あれほどに気持ちよく、悲しく歌える歌手はいない、と絶賛していたのには、温かい雰囲気がありながらも、そこはかとなく影がある、新沼さん独特の雰囲気が、そう言わせたのかもしれませんね。当時の芸能界では、隠すことが多かった東北なまりも、何か郷愁を感じるところがあり、それがにじみ出た歌声に、ぞっこんだったのだとか。1976年のデビュー曲はもちろん、阿久悠作詞の思い出岬。キャッチフレーズは、気持ちよく悲しい男でした。同年2曲目、嫁に来ないかが大ヒットし、たちまちブレイクしました。その年のレコード大賞新人賞を受賞し、紅白歌合戦への出場を果たすと、その後、13年連続出場の快挙を達成。新沼謙治さん、演歌歌手でありながらも、その人気たるや、アイドルさながらで、ブロマイドが飛ぶように売れたほど、限界突破の氷川きよしさん以前に、元祖演歌の王子、だったと言っても、過言ではないほどでした。しかも、4曲目、ヘッドライトまで全曲を、阿久悠氏が作詞するほどの逸材、故阿久悠氏によって育てられたのは、紛れもない事実でしょう。その後、黒潮列車、津軽小女と、立て続けにヒットを飛ばしましたが、1990年代からは目立つようなヒット曲もなく、その後、あることを境に、公私とも大きな変化が襲います。そのあることとは、2011年3月11日の東日本大震災、新沼さんの故郷岩手県大船渡市も、津波による甚大な被害を受けたのです。翌年にリリースした曲のカップリングが、ふるさとは今も変わらずでした。この曲は新沼さん自身が作詞作曲して、NHK 歌謡コンサートやショーで、母校の中学校の合唱をバックに披露され、震災復興ソングとして、多くの感動と涙を呼んでいます。しかし、この歌に書かれた詩には、透き通る風は体をすり抜け、という美しい故郷の情景が書かれていて、それは新沼さんが震災発生後、1ヶ月してやっと帰郷して、子供の頃に遊んでいた河原を、散歩していた時に、ふと思いついた歌詞なんだと言います。のどかだけど、そこはかとなく悲しさが伝わる。新沼さんの歌声に乗せられたその曲に、聴く者はみんな、涙したと言います。オリコンチャートでも実に、36年ぶりのトップ13入りをしています。さて、今年で、芸歴45年目となる、新沼謙治さん。当然、その長きにわたる活躍を、支えてくれた傍らには、良き妻がいました。その方の名は、幸宏さん。新沼さんより、
7つ年上の姉さん女房。二人の出会いのきっかけは、バドミントンだったのだそうです。なぜかというと、妻、ゆきひろえさん、とんでもない経歴の持ち主だったんです。元バドミントン選手で、70年代の日本では、もはや敵なし、女王とさえ呼ばれたほどの名選手で、世界一のバックハンドの異名をとって、全英オープン選手権女子シングルで、2年連続の4勝、ダブルス1回の優勝、1972年のミュンヘンオリンピックでは、銅メダルを獲得している、まさにレジェンドと言っていい人。ですが、なぜ結ばれたのかというと、新沼さんもバドミントンが大好きで、現役を引退したばかりの幸宏さんが、地元岩手県大船渡市に訪れた時、バドミントンの指導を受けたことが、きっかけなんだとか。交際5年を経て、二人は86年に結婚。一男一女の二人の子供にも恵まれています。結婚後、妻、幸宏さんは、母校、日本女子体育大学バドミントン部の、監督を務める傍ら、姉さん女房として、内助の校に勤めていたそうです。しかしそんな妻に、突然、病魔が襲いかかったのです。2004年妻、ひろえさんに、乳がんが発覚して手術を受けています。その後しばらくしてからは、夫婦でゴルフができるまでになりましたが、再び、病魔が牙を剥いたのです。2010年に、悪性の腫瘍が見つかり、様々な部位に転移していったそうです。それが理由で、震災後の帰郷が、遅くなってしまったことも、ひろえさんは気に病んでいたそうです。新沼さんの故郷、大船渡市も、壊滅的な被害を受け、親類や友人が被害に遭われたと聞いた時には、二人は抱き合って泣いたこともあったそう。そして震災のわずか半年後、妻、幸宏さんは、都内の病院で旅立つことに、享年62歳でした。結婚から25年目の銀婚式の年でした。ですが、新沼さんは妻の最期を、看取ることができなかったそうです。どうしてかというと、危篤の知らせを聞いたとき、新沼さんは、山形で大船渡へのチャリティーコンサートの最中で、開演前に長女の携帯電話を通じて、ありがとう、頑張って、と、妻に何度も声かけをしたそうですが、その願いも叶わず、昼の公演が終わった休憩時間に、無情にも訃報が飛び込んできます。最後を見取れなかった新沼さんは、涙でくしゃくしゃになりながらも、気丈にも夜の公演に臨んだと言います。宏恵さんは、がんの再発の告知を受けて、家族3人に手紙を残していたそうです。夫宛のメッセージには、自立して若い奥さんを迎えてほしいと、妻の遺言に、新沼謙治さんは、バカを言うな、と、涙にむせびながら返したそうです。そんな妻を悼んで、故郷には、南無、宏恵観音を建立されています。2021年、震災から10年が経ちますが、現在の新沼さんはというと、2020年、地図のない旅をリリースされ、地道に活動を継続されているようです。お子さん2人も、すでに30歳を超えており、娘さんには、2017年に、待望の初孫が誕生。息子さんは歌手を目指すも、現在は介護職に就き、新沼さんと同居されているのだとか。新沼謙治さん、世界一の最愛の妻、ひろえさんを、今でも、最高の妻と言っていて、再婚は今後もないのかもしれませんね。嫁に来ないか、出迎え入れて、ふるさとは今も変わらずで見送った。愛する、妻、ひろえさん。きっと故郷、大船渡の空から、新沼さんのことを応援していることでしょう。頑張れ。新沼謙治。